前半総括やっていきたいと思います。日本対北朝鮮の試合、このスタメンを見てちょっと不安というイメージを持ってしまったんですが、その原因がイラン戦のスタメンがほぼ出ていて、で、違いとすれば、遠藤の代わりに田中碧が出てて、町田と富安が変わってるというところぐらいで、北朝鮮433、日本が4231なのかなっていうところからのスタートでした。で、日本代表のビルドを北朝鮮にとってはプレスっていう局面で、変形します。で、日本代表の変形なんですけれども、森高 こう動く田中青がこう動く南野がこう動くっていうことで右回転するような感じこうなってくると森田が動くとで北朝鮮の守備のシステムなんですけれどもここがですね前に出てきますでツートップのような格好を作ってこのピボーテが南野についていくと だから、442のような格好なんですよね。まあ、これ今424になってますけども。で、424になってたら、全然ディフェンスライン顔が上がりませんので、ビルドが厳しくなるんですけれども、日本はあの、不幸中の幸いで、北朝鮮は日本のウィンガーに対して最大限のリスペクトを払っている。で、両サイドがこう下がります。で、綺麗に442の形を作りに来る。によって、伊藤だとか菅原とかに少しボールを預ける時間が作れる。で、この時間を作れたことによって、 で、森田はね、フリーではいるんだけど、森田にパスをつなげないっていうのが続くんですけれども、田中青が降りてくる。で、北朝鮮ゾーンの意識も強いんでしょうね。ずっとついていくってことはない。で、森田と田中青が役割が入れ替わった時に、田中青は序盤、頻繁にこう降りてきました。で、こうやって降りてくることによってですね、このサイドが高い位置を取れる。で、降りてきますと、例えば田中青にこっちのマークがついて、で、こっちがこうついてる。 いう状況で必ずセンターバックの1枚がフリーになるでここで上がっていって で、中盤とかでにボールを預けたり、サイドで預けて、サイドの連携で崩したりして、得点が奪えるというですね、基本的な構造になっています。で、日本、最初の攻撃で点決めたんですけれども、そこはですね、お互いのマッチアップ構造が分からない、見えない状況の中で、上田綾瀬がサイドに流れて、で、2枚釣ってですね、詳しくハイライト見てほしいんですけれども、そこをきっかけに攻撃が繋がりまして、相手がダブルかけてきたんですけれども、上田が剥がして、この内側を使ったと。そこをきっかけで決め 決めたという得点でしたね。この場面からも見えるように日本代表の次フィニッシュの話をしますと、まあ、よく意識的にやってるなって思うのはゴールシーンにもつながった上田流れでやっぱり4231ベース上田が流れてセンターバックを引っ張るそしたら南野がトップ化するセカンドトップとしての南野でプラスアルファの田中を。田中青はこういう風にボトムまで顔出しますしトップの位置まで顔出すっていう広い範囲でプレーしますんで後半交代の要因になるのかなという感じ がします。田中碧が交代してしまうと日本ちょっと苦しくなるんじゃないかなと思ってますんで追加点が早めに欲しいところ田中青と森田っていうのはここで2人で同じようなタスクをこなすんですけれども田中碧の方が後的にうまくボールを引き出しているただ課題としては怖さですよね日本が北朝鮮に失点を許すとすればこのパターンがあり得る田中青が数的有利を作ってセンターバックに運んだ後田中碧中入っていきますで中入っていって で、攻撃が進んでいく。で、相手に奪われた時ですよね。北朝鮮頻繁にカウンター狙ってました。で、相手に嫌な奪われ方をしますと、例えばこういうとこで奪われちゃうと、もう2トップになって、 る北朝鮮に対して3だったらね例えば、サイド使ってきて、例えばここで板倉が抜かれちゃっても、それでも保険がプラス1枚あるっていうことで、対応はできる。2対2にできる。だけど、田中青が攻撃の過程の中で、上がっていっちゃうと、ここで、例えばサイド流れした時なんかに、抜かれて置き去りになりましたってなった時の、ここで2対1になってしまう。ここが一番怖いんで、この部分をどう微調整するかっていうところが、日本代表の戦術的な課題。 とと言えるかなと思います。ただね、日本代表はいつもそういう問題点があるんですけれども、センターバックの強さでなんとかそれをかき消してる。だから、この試合も圧倒的なセンターバックの強さで守りきることができるのかなっていうところも感じるは感じるけれども、やっぱりその失点の要因を消していくっていうことが戦術なんでね、しっかりここにはコミットしてほしいなというところがあります。で、一方、北朝鮮の怖さの部分で言うと、日本が北朝鮮と戦うにあたって、戦前恐れていた いたことはツートップで日本も守りますけれどもこの時にセンターバックが間隔広げてですね北朝鮮もこうやって4インチ4イチで作りますからそのピボーテになったっていうところでお得意のこういうプレッシャーをかけて片方がピボーテ見るでこうなったらこうっていうことやるんですけれどもこれサイドバックがこうやって上がったりしてセンターバックがより距離を広げるようになってくるとボールの方が人の移動よりも早いのでこうなっちゃうでここで戻りきれないでピボーテに繋がれるだとかキーパー経由繋がれるとか ピボットが降りてきた時にスリバック作られるっていう構造が起こる。で、顔が上がるもんでディフェンスラインを高い位置に設定できない。 っていうところがあって、そこがちょっと怖さの一つだったよねっていうところなんですけれども、ここはですね、北朝鮮ビルド全くしませんので、ただ蹴るだけのマシーンとなってますんで、ビルドの部分は日本は怖くない。後半日本が警戒しなければならないのはどういう部分かって言いますと、プレスでね、442を作ってくる北朝鮮に対して、北朝鮮はウィンガーをリスペクトして、サイドハーフが低い位置を 引いてサイドで、ススペースができるでここで時間が作れる。で、これによって、田中青が降りてきたりだとか、こっちに降りてくるっていうこともありましたけれども、こういうことができるんですけれども、ここでサイドハーフがですね、そもそもタイトにマークについたとき、誰も前に蹴れないっていう状況になる。で、前半もありましたけれども、ザイオンが無理にロングボール蹴ってタッチライン割ってっていう。で、北朝鮮は左サイドはロングスローなかったですけど、右サイドはロングスロー見せました。ロングスローを持っているチームは何が怖いかっていうと、ロング スローーすするきにに当然ねゴール前射程に入ってきますんで、ブロックを固めなななきゃゃいけなくなっちゃうんでですよねでブロックを固めてしまうと、やっぱり、セカンドボールっていうところで見ると、拾えなくなってくる。ブロック固めますんでね。そしたら、ここで弾き返したとしても、二次攻撃、三次攻撃受けるっていうこと。で、やっぱブロックがゴール前にこうやって密集して作ってしまうと、やっぱり、シュートのディフレクションだとか、この混戦の中でっていうのがあり得ますんで、まあ、そこがちょっと警戒ポイントかなというところですかね。北朝鮮 で、で先ほども申しし上げました通りチーム全体がメンタル一つで戦い方変えるだから、さっき言った、ここが前に出ていくとか、がむしゃらに走り回るっていうことは、やってくるっていう、戦い方をガラリと変える、メンタルを戦術的に変えてくるっていうことは、容易に想像できますんで、ここら辺はやっぱり警戒ポイントで、ハーフタイム監督からどのような声がかかるかっていうのは想像がつきますんで、この変化っていうところに日本が対応できるか、日本が前半の立ち上がり、 やはり混乱の中で得点を得たように北朝鮮は後半の立ち上がりだとか本当に崖っぷちに立たされた後半の終盤ここで一気にメンタル的な変化を起こして混乱を生み出す可能性はあるということで警戒ですねぐらいかなまぁ、あ、後半も見守っていきたいと思います前半総括以上です後半総括します前半総括の終わりに後半の頭怖いよっていうこと懸念してました何が怖いかっていうと戦い方振り返ります トップが押さえて中盤前進型で442を作ってくる北朝鮮。だけど日本のウィンがここに対するアイソレーションをケアしてサイドハーフは下がるっていうポジションを取る。これが北朝鮮のプレスの戦い方でした。だからサイドでボール持てるから田中青がサイドから落ちたりとか中から落ちたりとかっていう時間が作れるから前半はなんとか田中青のこの戦術理解力で打開してた場面があった。 ビルドの場面ですが、私がお伝えしたのは、メンタル一つでですね、声かけ一つでここが前に出ていくっていうのは容易に想像できますんで、ここ警戒するべき。そしたらサイドで時間が作れなくなって、フォーバックに対してフォートップのようなですね、状態になっちゃうよっていう話だったんですけど、まさにそれが後半の序盤から起きたことでした。で、どうなるかっていうと、町田が持った時にですね、伊藤に渡す。伊藤、後ろ向きのプレイになるんですよ。で、後ろから突かれる。で、サイドが下がってくる。で、低い位置で、 組み立てるる。る展開にになる要するにビルドダウンしちゃう。でこの状態でどうしようもないもんだからザイオンに渡す。でザイオンに渡したボールほぼほぼ蹴るしかなかった。で蹴ったところで回収されるという悪循環で次第に日本代表はほとんど後半は自陣でただただ守り続けるという一方的な展開にならざるを得なかった。

こここに入れたいこのメンツだと谷口でしょうね。で、それか伊藤を中に持ってきて、左サイドに長友とかですかね。いうのが、まあ一番最初に打ちたい手なんですけども、日本代表、別に悪い個体ではないんですよ。遠藤素晴らしい選手ですし。だけど、一番にやることじゃないようなっていう遠藤と森田を交代した。で、ここにちょっと日本代表のカードを切る力の弱さっていうのをちょっと感じるんですよ。結果的に最後はね、谷口入れて、れ バック作ったんですけどもその順番とかね一番最初に最も効果的なカードがどこかっていうところそこでエンドを変えたで押し込まれ続けて打たれ続けてるから終盤で勝てるエンドを出そうっていう考えだと思うんですけれどもだけど北朝鮮の攻撃ってお伝えした通り組み立てるってことほとんどないんですよだから放り込むんですよねサイドととかに。エンドのところって ないんですよ。通過しない。経路上にないんですね。だから、変えてもそんなに効果的じゃないよねっていうところでしたね。で、エンドを入れてもやはり同じ展開で、ビルドアップできないディフェンス陣で、組み立てれないザイオン。本当はね、ここでセンターバックががっつり広がって、中盤が相手のボランチを釣れば直通の経路出てきたりするんですけれども、まあこれがないと。ヨーロッパのトップクラスのビルドアップ能力に長けたゴールキーパーとかだと狙ってくるコースですよ、ここは。で、結局問題の解決にはない。 ならなかった,ただ日本代表後半の中盤あたりかな大幅にメンバーを入れ替えてきますまずは菅原が足を痛めたところがきっかけだったんですけども菅原に代えて橋岡そしてトップをですね上田に代えて小川がトップに代わりましたで堂安が引いて浅野が入ってきたという流れでそして谷口が入って で、形になりましたでこの交代システム変更っていうのは、いい部分としては、ここでセンターバックが1枚プラスされましたんで、相手はロングボール蹴ってきたのは、ことごとく谷口も含め、この3センター弾き返してましたね。それは良かった。だけど、問題なのは攻撃なんですよね。攻撃で、結局ですね、前田大前の中入ってきて、浅野の中に入ってきて、この前田も浅野も本来裏 狙うのが得意な選手で、すよねで小川も、典型的なセンターフォワードタイプなんじゃないかな。高い位置取ってました。で、相手の4-4-2っていうフォーメーションの弱点になるのは2つ。1つはここですね。で、もう1つは、ここの四角形。で、このスペースを使える選手が構造上いない。トップ下下げたはいいけど、ここが使えないってこと。で、確かにここの3対2のところでは勝っているんで、ボールは安定して持てるし、サイドにボールを渡した時に、U の字で簡単にサイドを チェンジはできるようにはなるんですよねだけどこっから当然中盤2対2になってますんで勝てない枚数的にでなるとこっから長いボールっていうのを最高尾から最前列に届けることになるそれは長いボールなんでここでデュエルが発生するで競り合いが生まれてちょっと危険なプレーっていうのが多く見られるような展開になってきましたこれは北朝鮮が云々っていうこともあるけどもそれよりもこの人形の組み合わせの問題が大きい要因 となっている。こういうデュエルが発生するサッカーっていうのはね、組み合わせで促される展開になりますから。で、結局ここで FR が増えてきましたというところで、あと日本の攻撃の問題はさっきお伝えしたところのここ、ここをうまく使えない。前に前に出ていくタイプの3トップ。ただここは浅野が起点を利かせてですね、ドリブルでこうやって入ってきて、で、ウィングバックを開けるために大善が中入ってきたところ、浅野がバイタルを通過してですね、うまいスループ 入れたた場面もも、あったんですけどもそういう攻撃はあったけどもそれが多分浅野の個人の戦術理解の部分なんでしょうね再現性は高くなくてそれが単発的に見られたとだから日本代表の問題点ってこういうとこなんですよね戦術的にはまる場面っていうのはこの判断ビルドアップの田中が落ちるとか 朝野がここで中入っていくとか、そういうところになって選手依存っていうチームの課題っていうのは、まあ継続なのかなというところですね。ただ5バックにしたことによってビルドも安定しましたし、長いロングボール、 を蹴り込んででくる北朝鮮に対対して谷口も含め3バックが対応できたっていう安定感は出てきた。そこは良かったのかなというところですが、ベストではないなというところですね。降りないからね、ここはね。で、中盤がここを使ってくるっていう場面もあったりしたんですけど、例えばエンドがこうやって出てくるとかっていう場面もあったんだけども、それ考えるとね、まあエンドだったのかなっていうね、ここを使うっていう意味だったら、エンドじゃなくて森田だったのかなと。 まあ森田もね、前半から出て疲弊してたと思うんで、まあフレッシュに変えたっていうのは良かったんですけどね。ここをどう使うか、相手の弱点に対してどう攻めるか、で自分たちの弱点をどう修正するかっていうところが戦術的に戦うってことなんだけど、修正がちょっと遅かったかなと思いますね。 後半の中盤ですからね。前半の序盤でできなかったかっていうところ。で、まあ完璧に修正したとも言えない。日本代表はなんとか前半の序盤のカオスのところで混乱の中でいて、 1> 1点点をを取っっっった、たた。その1点を守りったという結果になってしまった試合内容全体で見れば実力差は圧倒的に日本の方がフィジカル的にも技術的にも優れていたんですけれども本来ならねコメントにもありましたように5-0とか6-0とかっていうのが期待できる数字なんでしょうけどもまあ、なんとか序盤の1点で逃げ切ったという展開に終始した理由が今私がお伝えした戦術的な要因からという感じでございます3バック作っったたことは良かったんですけどね。 あまりにも遅すすぎたとというところですかねそして残念なのが釣りバック作ったはいいんだけど本質的な問題が分かってんのかなーっていうところ例えばこれ4231でやってた時に田中碧が降りた降りたのはいいんだけどやっぱ前に上がっていくしとでこれ前半の方がまだ良かったんですけど日本代表はそれも相手のサイドハーフがですね下がってくれてたから良かったんですよねこれが最初から上がってたらもっと と危険な展開になったなーっていうところで、まあ日本のやっぱこう戦術力っていうのはかなり良くない戦術っていうものをどうやって 身につけてていいくのかかなっていうところが課題ですかねチームのだから選手が課題とかじゃないんですよねチーム運営の課題っていうのがより強調された試合になってしまったなと勝ちはしたものの課題は大きく出たこのままでは日本代表やばいなっていう危機感を持って今後取り組んでいってほしいなと思える内容でした後半総括以上ですいいねチャンネル登録よろしくお願いいたします失礼いたします Feel the waves cut through me Hypnotized By the sounds I'm breathing And hold tight